ステートファームスタジアムは、アメリカ合衆国アリゾナ州のフェニックス郊外のグレンデールに位置する開閉式、ドームスタジアム。2006年8月1日に開場した、旧称、ユニバーシティ・オブ・フェニックス・スタジアム。NFL のアリゾナ・カージナルスの本拠地であり、カレッジ・フットボールのフィエスタ・ボールの開催地である。NHL のアリゾナ・コヨーテズの本拠地ヒラ、リバー・アリーナに隣接している。 芝生が引かれていない状態のスタジアム内部、カレージフットボールは、毎年1月1月前後にフィエスタボールの開催地となり、2007年、2011年には、BGS ナショナルチャンピオンシップゲームが開催された。NFL では、アリゾナカージナルス以外では、スーパーボールが2008年と2015年が開催され、また2023年の開催地となることが内定している。 2015年にはプロボールも開催している。バスケットボールも行われ、2017年には全米大学バスケットボール選手権のファイナル4が開催され、2024年の開催地となることも決定している。サッカーは国際試合を中心にコンカカーフゴールドカップの開催地として使用された。球技以外では2010年3月には、 WWE の年間最大の大会レッスルマニアイクスビが開催された。2006年8月、カージナルススタジアムとして開場した直後の9月26日に、フェニックス大学が20年1億5450万ドルの契約で命名権を取得し、ユニバーシティ・オブ・フェニックス・スタジアムの名称になった。その後、 フェニックス大学の経営悪化により2017年4月で契約途中での終了となるものの、後続のスポンサーがつくまでは名称継続となった。2018年9月4日、ステートファーム保険が18年間の命名権契約を交わし、現在の名称となった。フェニックス大学はスタジアムの命名権は降りたものの、カージナルスのオフィシャル教育パートナーとして、 スポンサー契約を結び、引き続き関与している。スタジアムの屋根アリゾナ州の外部団体が所有する公共施設である。コケラ落としは2006年8月1日。天井はバードエアと呼ばれる開閉式の屋根で、透過素材で作られ、天然芝フィールドの格納式である。屋根の開閉にかかる時間は12分である。砂漠地帯のため、 NFL 開幕から中盤までは気温が摂氏37度から摂氏50度近くになるが空調が効いて屋根を閉じていても太陽の光が届きドームの中は暗くならないフィールドは年間350日ほどスタジアム南側の外に設置され試合が開催される時にスタジアムの中へスライドさせる仕組みになっている格納式にした理由として 普段は、スタジアムの外で太陽の光を浴び、空気を吸い、水を与えた天然芝でプレーできることと、様々なイベントに合わせて、多目的にスタジアムを利用できることを目的としている。建設にかかった費用は、およそ4億5500万ドルで、アリゾナスポーツ観光局、アリゾナカージナルス、グレンデール氏などの出品により建設された。 全天候型のドームスタジアムであることを利用し、アメリカンフットボールのみならず、サッカーやバスケットボールなどの球技から、プロレス、エンターテインメント、展示会、トレードショー、モータースポーツイベントまで様々な開催地として使用されている。2009年1月18日、カージナルスは NFC チャンピオンを果たすカージナルスの初戦は、2006年8月12日の ピッツバーグスティーラーズ戦で21-13で勝利している。レギュラーシーズンの初戦は9月10日のサンフランシスコフォーティナイナーズ戦で34-27で勝利している。スタジアムの空調システムによりカージナルスは1988年のアリゾナイテ以来初めてシーズン開幕週にホームスタジアムで試合ができた。2008年2月3日に第42回。 スーパーボールが開催され、ニューヨークジャイアンツが優勝を果たした。この試合は、シーズンも、プレーオフも全勝だった、ニューイングランドペートリオッツについた、唯一の黒星となった。なお、フェニックスエリアで、スーパーボウルが開催されたのは、1996年1月28日に、サンデビルスタジアムで開催された第30回、スーパーボウル以来である。 2009年1月18日、カージナルスはフィラデルフィアイーグルス戦で NFC チャンピオンシップゲームを開催し、7万人以上のファンの前で32から25で勝利し、スーパーボール出場権を果たした。2020年11月30日、サンタクララ軍の COVID-19 規制により、コンタクトスポーツの試合及び練習を禁止されたため、フォーティナ9ナーズは本拠地、 ディーワイススタジアムで試合ができなくなってしまった。それを受け、緊急大替案として13週、14週、17週の主催試合を本スタジアムで開催した。スーパーボール内部からのパノラマ撮影アリゾナカージナルスフットボールの試合中、セプテンバー27、2009-2007年以降、毎年1月1日付近に開催されるフィエスタボールの会場になっている。 初戦は二千七年一月一日のボイスステートブロンコス対オクラホマスーナーズでオーバータイムの結果四十三から四十二でボイスステートが勝利した二千七年二千十一年には BCS ナショナルチャンピオンシップゲームが開催された NCWA ファイナルフォー2千十七年に NCWA 男子バスケットボールトーナメントの準決勝とチャンピオンシップゲームである ファイナル4が開催された。試合は、ノースカロライナ大学が8年ぶりに優勝を果たした。2024年の開催も決定している。アメリカ代表は、2007年2月7日に、メキシコ代表と対戦し、2から0で勝利した。また、2012年1月21日、ベネズエラ代表に1の0で勝利し、2019年1月27日、 パナマ代表に3の0で勝利している。2014年4月2日に、メキシコ代表相手に2の2の引き分け、2016年6月25日のコパアメリカセンテナリオで、コロンビア代表に0の1で敗れている。アメリカ女子代表は2011年11月19日に、スウェーデン女子代表に1の1で引き分け、2012年12月1日に、 アイルランド女子代表 2, 2 0で勝利している。また、2015年12月13日は、中国女子代表 2, 2 0で勝利している。コンカカーフゴールドカップは、2009,2015,2017,2019の4度、開催地の一つとして選ばれている。レッスルマニアス日2010年3月28日、WWE の年間最大の、 大会レッスルマニアイクスビが開催され、72,219人を動員した。なお、このイベントのチケット売り上げは580万ドルにも、上り、トースタジアムで最も収益を上げたエンターテインメントとなった。2006年11月8日のローリングストーンズを皮切りに様々なアーティストがコンサートを行っている。2009年8月1日、 モータースポーツイベントのモンスタージャムサマーヒートを開催。2016年1月30日にも開催された。他にもオフロードレーシングのスタジアムスーパートラックスが2013年4月6日に開催された。2019年2月10日、末日生徒イエス・キリスト教会のラッセル・エム・ネルソン大館長が6万8千人の観客の前で講演を行った。 ありがとうございます。